会の皆さん、こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。田中波動学校校長田中です。今日はハンドメイドっていう単語で検索して見に来てくれてる方も結構いらっしゃるので、ハンドメイド作家さんに例えた波動のことについてのお話をします。で、今日は何が言いたいかというと、願望に見合った分の時間を投資しましょうっていうお話です。で、どういうことかっていうと、よく引き寄せとかだと、その、例えば数秒間、17秒間とか、いろいろ人によって違いますけれども、その何秒間、イメージすればあとは何もしなくていいよっていう教えてありますよね。あれは読み取り方を間違えるとなかなか願望が実現しなくなっちゃうんです。どう読み取ればいいかっていうと、未来をすでに実現したようにイメージして味わうという作業、これは短い時間でもいいんです。なるべく長い方がこれだってもちろんいいんですけども、短い時間でも、ああやった、やっと到達した、みんなありがとうっていうのを十分にそこで味わうっていう、この作業は短くてもいい。なぜならこれはシナリオを自分が選択するっていう作業なんですね。今毎週毎週自分が思ってること、考えてること、こうなったら楽しいだろうな、でもこうなっちゃったら不安だなって、こういうことが自分の乗っかってるシナリオの選択を切り替えるっていう作業ですよね。で、未来を先に味わうっていうのは、そのシナリオのエンディングのところを先に自分が、これがいいって言って選んで、でそこをどんどん自分に引き寄せてくるって、未来が自分に向かってくるっていう選択をする作業なんですね。で、一方、そのこの引き寄せを加速させるため、でこれはいずれは来る可能性がありますよっていうだけで、これは5年後かもしれないし10年後かもしれないわけですよ。で、みんな早く手にしたいわけだから、そのためにどうしたらいいかっていうと、さっき言ったそれを早く実現するための時間を投資しましょうっていうお話なんです。これは例えば常にどうしたらそれが実現が早まるかってことを考えることもその時間だし、肉体を使ってその早めるための行為をするっていうのも時間ですよね。両方とも時間。前回の動画で引き寄せに一番大事な確信、あ、これ絶対こうなるよな、こうなんなきゃおかしいよなってっていうためのふさわしい行動っていうのに近いですよね。でも、そのふさわしい行動っていうのは、その、どっちかっていうとイメージで言うと、マインドとかの感覚の部分なんだけど、今日僕が言いたいのは、それに伴った時間、考えて行動するってことも、結局のところ、もうすでにみんな自分のその時間の投資の優先順位通りに願望を引き寄せてるはずなんです。で、ただそれに気づいてないだけなんですよね。例えば、ハンドメイド作家をやってるんだけども、主たる収入を得る生活のために、どこか勤めに出てるとするじゃないですか。そうすると、その勤めのための勤務の時間っていうのが、例えば朝9時から5時までとかあったとすると、そこに時間を費やして、で、現金を引き寄せてるわけですよね。お給料という形で。で、これも引き寄せの行為なんですよ。だけど、その優先順位が勤め先の時間として大幅に取ってるから、その勤め先と約束した分の引き寄せを、それが当然だと思って自分は引き寄せてるから、それが実現するわけなんだけども、どうしてもその投下した時間の分しか引き寄せって加速ができないんですよ。なんでかっていうと、地球ってそういうシステムになってるからなんですね。その例えば椅子に座ってずっとこう、お願いしますってやってても、それで叶っちゃうってことはなくて、そういう人って聞いたことないじゃないですか。一日中ベッドの中で引きこもってて、彼氏もできて、結婚して、子供もできて、で、ね、家も車もとか、お金も豊かにってならないじゃないですか。なんか引き寄せやってる方って例外なく皆さんすっごい全力で
努力してるじゃないですか。まあブログとかそういうのもそうだけど、自分が努力できないジャンルのものはコミュニケーションでいろんな人に自分がこうやりたいこうやりたいこれをやりたいんだっていうことで周りを動かすってことをやるじゃないですか。僕みたいにコミュニケーション障害みたいな人はそういうことができないんですけども、あの人によってやるべき動きって変わってくるんですよ。まあやれば何でも誰でもできるんですけど、しんどい方法よりは自分に合ったやり方の方がいいじゃないですか。だからその自分で考えたどうしたら早まるかなって、これが楽しいわけですよね。波動学校で話通して聞いてると、どっかのタイミングで分かると思うんですけど、あ、それって当たり前のことじゃんって気づくはずなんですね。で、この当たり前のことを当たり前に目指すっていうことをもう一度思い出してほしくて、こういうことやってるわけなんですね。一時夢なんて叶わないってここ何十年か昔って思われてたじゃないですか。でも最近インターネットも普及して、個人で夢を実現できる下地がやっと出来上がったわけですよね。だから今までと考え方がガラッと変わるパラダイムシフトの時代なわけで、こんな時代だからこそ、じゃあ今まで諦めてたものをもう何歳だから無理とかじゃなくて、何歳だけど死ぬ前にやっとこうっていう考え方になってほしいなと思って、波動を意識して行動するってことを伝えてます。やることは変わらないのかもしれないけども、物事に取り組む時のマインドが、あ、でも失敗するかもしれないって取り組んでたらそれは失敗するし、でもいやこれ絶対いけちゃう、いやいけるよねって思って取り組んでるといける確率が高まるし、これを自分の心を観察し、今何考えてんのかを見極めて自分で感情を選択するっていう作業、これが波動を使いこなすってことになってきます。まあ、波動というのはその見えないエネルギーの総称として僕は定義してるんで、僕はちょっと波動師なので特別いろいろ体に因が込められてたりとかするんですけども、まあ、一般の方でもそれと同じような力というのはあるはずなんですね。強弱はもちろんありますけど、だからそれを普通に使いこなして自分の夢や願望を実現させるってことは全然昔の人はやってたことなんですよね。ちょっと文明化して科学が神様をいないような状態、見えないものを否定し始めちゃったんでみんな夢を失っちゃったけど、そうじゃないんで、本来もともとみんな夢持ってそれに向かってワクワク楽しく進んで願望実現させることってできるはずなんですよね。ただそれまでの道が長かったりするから途中で疲れて困難で諦めちゃったりってことはあるかもしれないけども、結局夢叶えてる人ってみんなやりたいしやれないとおかしい、そうなるはずなんだって信じてたからそこまで行ってるわけですよね。だからそこをどう捉えるか、でもまあ難しい、それはそうですよね。茨の道かもしれない。だけど茨の道行くのが嫌だからね、こっちの道行くってそれもいいわけだし、だってそれって自分の願望としては叶ってるわけじゃないですか。だけど茨の道でもなりたいものがあってそっちに行くって、それも自分の願望、どっちも願望実現はしてるわけなんですよね。だからそのどっちがいいとか悪いじゃないんだけど、どっちに行くにせよワクワクしながら行きましょうよっていう話なんですけどね。でもう一つ、時間を投資しないと願望実現が、やはり難しいっていうところもリアルに例えで話すと、例えばハンドメイド作家で人気作家ランキングに入りたいとかって思ったとしますよね。だけど1日に取れる時間が毎日1時間しかない、だから作れる作品点数が1ヶ月で例えば5個とかしか作れなかったとしますよね。そしたらその人の作品単価が1000円だったら5個作って全部完売したって5000円しかならないわけですよね。これで人気作家ランキングに入るっていうのはやっぱり現実的には難しいわけです。だってもしもですよ、で自分たちがまあスピリチュアル的な存在で、皆さんをサポートする側の立場だったとします。で例えばですよ、とある方はもう朝早起きして、で夜遅くまでずっとハンドメイド作家としての活動をもう365日やってる人がいましたと。で、かたや、まあ、いろんな諸事情によって仕方がないんだけども、1日1時間しかハンドメイド活動ができない人がいたとします。で、自分がその霊的な存在でね、2人を見てて、どっちをサポートしますかって言ったら、それは、その人が何に取り組んでいる時間がどれぐらい長いかによってその人の価値観の序列優先順位っていうのが決まってるわけだから、
もう朝から晩まで、まあね、ハンドメイドの活動してたらこの人を応援してあげようってなるじゃないですか。でも一方、1日1時間しかハンドメイド活動してない人にそのあれよあれよと何か役割与えちゃったら、結局その人ってランキング入っちゃったらキャパオーバーになっちゃうわけですよね。むしろその大変になっちゃって、急な変化に適応できなくなっちゃう。要するに宝くじで急に大金当っちゃったって、結局ね自己破産しちゃうっていう多くの人たちと同じパターンになっちゃう。やってあげた方がおかしなことになっちゃうってことが分かりますよね。子供の育児と一緒に何でもやってあげちゃったら子供って成長しないじゃないですか。やっぱりそれに見合った時間を投資するっていうのが、地球ではそういうシステムにそもそもなってるし、霊的なものの見方をしてもそっちの方が健全ですよね。そういう当たり前のことを当たり前に、ただ気持ちは気分よく波動高く進みましょうっていうのが波動使いさんにお伝えしたい主要テーマってことです。ゴール地点のイメージを味わうっていう作業はもちろん短くても構いません。でもできれば毎日やった方がいいですよね。現実を加速させる作業、それは時間を投資した分だけしか頑張って引き寄せの速度が速くなりませんよっていうお話です。だってやってない分はね、物が生まれてこないわけだから、それは無理ですよね。ちなみに余談ですけど、僕は今子供の介助、お風呂入れたり、まあ、おむつ替えたり歯磨いたり送迎したりっていうことを今、一番の最優先項目、要するに子供が機嫌よく過ごしてもらえることを引き寄せの最優先事項に入れてやってます。で、そして次動画の勉強をして、で次波動玉っていう感じで、優先順位の序列がもうここ半年で一回見直しかけてやってます。だからそうすると願望の上のものはやっぱり短期間で叶うし、今子供はめちゃめちゃ毎日機嫌よく絶好調に過ごしてるし、動画もやり方がだんだん分かってきたし、まあ波動玉はその分時間が使えなくなってきてしまったけれども、でも自分の願望通りの順番で実現するようになっているわけなんですよね。だからまたこれで何か変えたいときは、その時間をその自分の望むものに配置する。で、変更するのってすごく大変だと思うんですよね。仕事されてるとそのお勤め先の勤務時間は固定されちゃうし難しいんですけども、今持ってる24時間の時間って、みんなもう隙間時間がない人は荷物がいっぱいなわけですよね。で、この荷物がいっぱいな状態のまま何かを足すともう乗らないわけで、何かを捨てて新しいものを取り入れることしかできないようになっているわけなんですね。だから自分の大切なものが何なのかをきちんと見極めて、自分の中の優先順位、価値観の序列を見極めて、で書き出さないと見えないので、書き出して何にどれぐらい時間使っているのかを一回視覚化し、そして把握して、じゃあもう一回何に時間を投資しようっていうのを選択し直すっていうふうにやってもらえば、願望の実現はより加速的に速くなります。今日も拙いお話、最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。機嫌よく波動高く素敵な毎日をお過ごしください。それではまた。